大切な人が死んだ。話したいことあるって言ったでしょ、電話で。ああ、ちょっと後ででいい？ごめん。うん。すれ違いの続く夫との関係、忘れさせてくれる時間が必要だった。着いたらどっかでお昼食べてく？誰にも会わないかな。大丈夫でしょ。結局なんで来なかったの？実感湧かなかったからかもしれない。失った恋人と通じ合えない夫。あなたの取った行動は俺に何か問題がある？向き合えないっていうのは怖いでしょ。揺れる思いを抱え、たどり着いた答えとは、ほつれる。終わりました。本番、よーい。最後のトレードを鑑定してくる前の検討の時間でもうちょっと受け取りたい、イラッてしてる時間を、もうちょっとだけ、あの時間を時間とかもあったし、飲む瞬間とかも結構、割とこの前後とかで、でそれを見て、ここの事故合ってる、ここからちょっと、最初普通通りに振る舞おうとしてるけど、ちょっとだけ普通通りじゃなくなっていくじゃないですか、このセリフの中で変化、もうちょっと、最後もうちょっとだけ。まずは、ほつれる公開おめでとうございます。よろしくお願いいたします。監督の加藤です。今日は、ありがとうございます。楽しんでいただけたら幸いです。よろしくお願いします。